シュカラジ。こんばんは。11月が終わります。ラジオでそんな声出すなよな。とか絶対ダメだよね、本当に。メッセージ読みます。ラジオネームミヤさんからいただきました。26歳男性の方です。シュカちゃん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。1年半くらい前に君の壁のコーナーで、学生時代は不合格になった、合格率2から3割のとある国家試験を受けるというメッセージを読んでもらったものです。合格率2から3割ってすごいの受けるよね、本当に。実は、その年の試験は某ウイルスの急速な感染拡大という状況から受験を辞退してしまいました。それから1年、今年の8月にやっとその試験を受けてきました。そしてついに先日合格発表があり、見事合格していました。イエイ。これ待って、普通に、すごくない？やばいよ、やばいことだよね、普通に考えて。これだって合格率2から3割でしょ。何の国家試験？なんか私にだけ教えてよ。秘密じゃん。まあいいけど別に。すっごいマジで。マジ。おめでとう、ミア。すごい。本当にすごいことだよ、これって。いつもね、私たち主観地に元気と勇気をくれてありがとう。これからもずっとついていきます。それでは、良い夜を、といただきました。すっげえ。マジで。マジでめでたいわ。私多分、一問も解けないんだろうな、この問題。ね、これ絶対何の国家試験か分からんけど、多分一問も分かんないやつだと思うわ。すごーい。なんかいいですね、こうやってなんか常に挑戦し続けてるっていう。しかも君の壁が多分1年半前くらいっていう、結構なんかもう懐かしいわ、個人的には。多分世界の果てのリリース記念でやっとコーナーで、懐かしいですね。いやでもこうやってね、めでたく合格発表のね、ご報告もいただきました。ありがとうございます。とてもなんか温かい放送になりそうです。はい、ということで斉藤シュカシュカラジスタート。FM ナックファイブ斉藤シュカシュカラジ、いろんな言葉に触れてみるという番組です。今回もシュカラジスタッフがゲストの今を表す3つの言葉をゲットしてきましたよ。発表してくれるのは番組アシスタントのアシコちゃんです。ではゲストの言葉お願いします。言葉1、浅草でお腹いっぱい食べたいです。ゲストさんは上京してからプライベートで東京観光をしたことがないそう。今回のゲストさんは地方出身、シュカさんの後輩ちゃんです。ん？私の後輩？誰？私後輩？私の後輩？なんかやめてくださいよ、そんな後輩とか先輩とかそんな言葉使うの。いきなり。お言葉に。言葉に、できるなら写真を一緒に撮らせてください。ゲストさんは今とある人に会って写真を撮らせてもらいたいそうです。そのゲストさんが一緒に撮りたい人は所属事務所の先輩。シカさん、これ大ヒントです。写真を一緒に撮らせてほしい所属事務所の先輩、大ヒント？はてはて、お言葉さん。言葉さん、隣感味わえるんじゃないですかね。あさってゲストさんのファースト写真集が発売となります。今回スペシャルな方に写真集の帯コメントを書いてもらったそう。最近写真集の帯用にコメントを書いた有名人、シカさんご存知ですか？というわけでシュカさん、もうお分かりですよね。ゲストさんのお名前をどうぞ。うちの事務所の後輩、ナコです。どうぞ。ナックファイブをお聞きの皆さん、斉藤シカさん、こんばんは。三崎ナコです。お邪魔します。はい、ということでうちの事務所の後輩、そしてラブライブのまあ後輩っていうことではないんですけど、リエラでも活躍をしていますミサキナコちゃんが来てくれましたよー、ということで。これ帯は言わないでおこうか。じゃあまずちょっとお言葉1から行きましょうか。浅
サクサでお腹いっぱい食べたいです。うん、観光をしたくて上京してきて結構数年経つんですけど、うんうんうん、お仕事とかでいろんなところに行く以外プライベートで足を運ぶっていうのが驚くほどになくて、うん、原因は全部私にあると言いますか、うん、お家から出れないんですよ。お家が好きすぎて。あ、そういうことね。あと家から出るまでに、うん、よしじゃあこれ今日はこうしてああしてこの流れでって考えてたら日が暮れてるので動けないです東京の中でも特に浅草というところに行ってみたくて一度も未だに行ったことがないんですけど。嘘でしょ。こうテレビとかで見たりとか SNS で見たりしても、うん、海外の方が観光に来て浅草に行ってますみたいな、日本の方でも東京に行ったら浅草行きましたっていうのを結構見るので、うん、あれ東京の観光スポットは浅草なのかっていうちょっと偏見じゃないですけどがあって、食べ歩きが楽しそうだなっていうイメージがあるので浅草でお散歩をするのが夢です。ねえ、すごいインドアなんだね。初めて知った。意外となんかアウトドアなのかなっていう、そのなんだろう、このいつも仕事とかしている感覚とかだとこう元気で活発なイメージがあるからアウトドアかなって思ったけど、浅草、え、行きなよ行きなよそうね、浅草は本当に海外からの観光客もすごく多いし、最近だとねやっとその旅行で来れるような環境になったりとかして、なんかあちょっとずつ前の日常が戻ったなっていう感じもあるんですけど、浅草はいいですよね。やっぱ食べ歩きがやっぱ美味しいしさ、一番。あとなんだっけ、私行った時ね、なんかいちご飴食べたんだよね、友達と。そう、あの映えのため、そう映えのためになんかシュガーなんか写真撮ろうって言われて、私あんまプライベートで写真そんな撮んないから、え、なんでなんでなんかそう、仲いい友達だからどんどん写真撮んなくなっちゃうんだよね。だしなんかそのお仕事柄よくその写真を撮ってもらうっていうことをしてもらってるからこそ、プライベートマジで写真撮りたくないのなんだったら。そう、それであんま撮んなくて、なんかいちご飴食べたりとか、なんかあと最近だと浴衣、着物かな、着物をレンタルとかしてこう写真を撮ってるなんか若い女の子とかもいるからね、なんかいろいろできるところだなってすごく思いますよね。ではでは続いてお言葉にどうぞ。できるなら写真を一緒に撮らせてください。うん、シュカさんに会いたくて、うん、会いたいって思ってたら、ね、全然ね、びっくりするぐらい月日が経ってました。ねえ、全然お会いしてなくって、ほんとそれ、お仕事で、うん、あわよくば会えるんじゃないかなっていう淡い期待をしていたんですけれど、うん、もうなんでこんな会えないのって思うくらい会えないっていうのが続き、プライベートでもお茶行けたらいいねとか、そうシカさん本当にお優しいのでご連絡くださったり、私もぜひお願いしますみたいな感じで言ってたんですけど、まあお仕事が忙しかったりとか私からまず話しかけれないっていうのでお会いできてないですシカさんと会ったら私シカさんの写真を撮りたくて、うん、私の写真を撮りたい、一緒にじゃない、SNSとかで、うん、ライブの写真とか普段のプライベートの写真とかを見ては、うんうんうん、かわいい、かっこいい、あ、ありがとうございますっていう、もうもはやファンみたいなくらいなんですけどおもろ、私のこう近くにいる時のシュカさんとか、まあ、あわよくば一緒に撮れたらいいなっていう風に思ってます。なんか本当に会う機会全然ないんだよね。なんかそのラブライブ関連でも同じになるタイミングがマジでなくて、そう本当にないの。なんか多分お互いのスケジュールとかも合うタイミングがなかったりとかで、でプライベートでも何度かこうお茶行きたいねとかっていう話とかもしてたんだけど、なかなかこう時間が合わずだったりとか、私自身もこうツアーをやってたりとかっていうのがあって、本当にねあれなんだよね、私も言うてもインドアだからなかなかこう出ないしっていうのもあって、ほんとマジで
あのもう何人とお茶行こうねって話してるかって話よ。もう、マジで。多分10人以上とお茶行こうねっていう話はしてるんだけど、マジでどれも叶ってないから、ちょっと頑張りたい、本当に。あと今年もうちょっとで終わっちゃうけど、今年の目標はそれだね。何人かと約束してるお茶をなんか全部行けたらいいなってすごい思ってる。でも本当ね、なこちんともね、なかなかね、会えないからね。でも会ったら写真撮ろうね。なんかどっか行こうね、本当に。なんか頑張ろうね、お互いね。ではお言葉さん最後にどうぞ。隣感味わえるんじゃないですかね。はい、宣伝入ります。私のファースト写真集ナコの隣があさって12月2日金曜日に発売となります。ありがとうございます。おめでとう。今回あのお見込めをなんとシカさんにいただいてしまいまして、すいません、なんかあのここでお礼を言わせていただければなと思います。ありがとうございます。嬉しいです。今回はもう自然体な私、うんうんうん、ありのままの私を見ていただけるような写真集になっているのかなと思いますし、その中でもいろんな一面っていう中にちょっと大人っぽかったりとか、うん、あどけない感じがあったりとか、普段皆さんにお見せしたことのない私を見れちゃう、そんな一冊になっています。今回北海道にあの撮影に行かせていただいて、ずっと行きたいって言ってた場所だったので、そんな北海道にこう見てくださってる皆さんも一緒に観光だったりとか、こう旅行に行ったような気分になってもらえたらなと思っております。はい、ということでね、今回なこちんも言ってくれたんですけど、なこちんの、ファースト写真集の帯コメントを私斉藤初夏が、書かせていただきまして、先にねその写真集の中身とかも見たりとかして、一番自分が印象に残ったものを帯コメントに書かせていただきました。やっぱそのなんだろうな、惹かれるものがたくさんあったりとかして、何をこう帯コメントに書いたらふさわしいのかな、この一番のファースト写真集としてふさわしい帯コメントってなんだろうなっていうのをこの写真集を見ながらすごい考えてて、でも自分が一番最初に感じたものを書こうと思って今回ね書かせていただいたので、そちらのね帯コメント皆さん楽しみに待っていただけたら嬉しいなと思いますし、本当にねナコチンが可愛かった。とにかくすごくナチュラルで、どれも自然体で、なんかカメラマン誰だったんだろうっていうのが一番気になったなんだろう、多分私なんかね、カメラマンさんのファンなのかな、なんかね、うまいとこ切り取ってたんだよな。いや、まあもちろんプロだからっていうのは当たり前なんですけど、そのナコチンの一番の自然体の部分を引き出すのがすごく上手な写真ばっかだったなっていう印象で、いやー、なんかファースト写真集にふさわしいカットがたくさんあったなっていう印象ではありましたね。12月の2日にファースト写真集が発売されるので、ぜひぜひ皆さん楽しみに待っていててください。またなこちんぜひ遊びに来てくださいな、てか普通にお茶に行こうねまた連絡しまーす。私が文章の途中まで考えます。その続きをリスナーさんが考えてさらにハッピーにしてもらい、読み札を完成させるという投稿企画です。さあ今日決めるのさの読み札です。ラストの読み札はですね、斉藤主観の一番のハッピーはです。まあそうだよね、このやつが最後とかになんか来るよねはい、じゃあもうこのコーナー最後だからしっかりやるよ。今までがなんか不真面目みたいな感じになっちゃったけど今今までもちゃんとやってた。はい、では早速読んでいきたいと思います。ラジオネームトトロダイさんからいただきました。26歳男性の方です。ありがとう。斉藤主夏の一番のハッピーは、もちろん主夏ラジがずっと続くことだよね。イエーイは顔文字これあのもうあれですね、リスナーとしては完璧ですね、本当に。
だし我々としても完璧な回答だなと思いますね。ずっと続くことが本当に大事なんですよ。これが当たり前だって思っちゃダメ、本当に。ではでは続いていきますよ。ラジオネーム小丸さんからいただきました。女性の方です、ありがとう。斉藤主家の一番のハッピーは、みんなの笑顔で We are happy。 いいね。月が星で太陽だの歌詞から引用させていただきました。本当ね、月星って本当にライブでやるとね、一気に熱上がるんだよね。そのなんか熱量みたいなものが上がるし、ああやってみんなでピースする瞬間が私はライブ中本当に幸せだなって思いますね。では続いてラジオネームターデさんからいただきました。43歳男性の方です。初めてかもしれない読むの。斉藤主家の一番のハッピーは、アシコに焼肉を割ってもらう。おラッキー、マジアシコに言っといて。うん、私がおごるんじゃなくて、アシコが焼肉をおごってもらうだよね、ロッキー。でも本当にそろそろ行かないと。もうどんだけ行く行く詐欺しかしてないからね私。ちょっとねこれね、私のなんかあれがあんま良くないと思う。こいつ行く行く詐欺しかしてない。そう、見え方良くないよね、ちょっと悪いよね。じゃあ連絡先教えてよ。まずそこだよ。まずそこだよ、連絡取れねえんだもん。ではでは続いて、あ、ラスト。さあ、ラジオネームスタースカイ、この命果ててもなお主観中、多分合ってると思う。26歳男性の方です、ありがとう。斉藤主家の一番のハッピーは、主観中みんなとハッピーシュカルタを完成できたこと。ほんとそれですよ。結構長い月日でやりましたからね、このシュカルタ。結構やったんじゃない？どんぐらいやったんだろう。1年？ 1 年かけてやったか。すごいよ。マジ？去年の10月ぐらいから多分やったっぽいみたいな。なんか今、こう、ゴニョゴニョゴニョって、天の声で言われた。ゴニョゴニョゴニョってマジ失礼だね。そっか、1年でやっと、もうこのサーのあれを決めたらあれですからね、もう完成しますからね。わー、これ何にしようかな、迷うな、結構迷う。なんかシュカラジー、そうそうね、最後決めました、これかな。まあシュカラジ的な感じで、はい、ということで決定しました。サーの読み札はこちらです。斉藤主家の一番のハッピーは、もちろんシュカラジがずっと続くことだよね、イエーイです。まあそうね、もうこのシュカラジ的にはこれが一番、これで締めくくれるのが一番ハッピーだと思うわ。だしずっと続くことが何よりだと思います。本当に本当ね、続けるって大変だよね。そう、本当に。だしこのなんだろう、毎週水曜日が当たり前って多分こうどん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 なっていくから、それをねなっちゃうのも良くないと思いますし、一個一個ね大切に大切に、私の楽曲でもありますからね、当たり前って当たり前じゃないんだよっていう楽曲とかもありますから。ということでトトロダイさんにはステッカーです。はい、ということでハッピーシュカルタ全て読み札が完成しました。ありがとうございます皆さん。本当にこのコーナーたくさんの方からメッセージたくさん本当にいただいて、毎回どれ読もうかなどれ読もうかなってすごく悩ましかったんですけどね、もうね大変よこっちも。決めるのも大変だし、みんなどれも良かったから全部こう選んであげたいなっていう気持ちとかもたくさんあったんですけど、本当にね、まずはたくさんのメッセージ本当に本当にありがとうございます。はい、そして今日でハッピーシュカルタはですね終了なんですが、近々新企画が始まります。楽しみに待っていてください。何なんでしょうかね。何なんでしょうかね。まあ楽しみに待っててください。はい、ということでフリーメッセージなどもね募集しておりますので、メッセージはナックファイブのホームページ内にあるシュカラジから各コーナーに送ってください。お便り待っています。79.5FM ナックファイブ、斉藤シュカ、斉藤シュカ、シュカラジ。おはよう、ありがとう、
FM ナコファイブ斉藤シュカシュカラジエンディングのお時間です。シュカラジからとっても嬉しいお知らせをしたいと思います。12月25日日曜日にクリスマスですね。所沢さくらタウンジャパンパビリオンホール B にてシュカラジの番組イベントが開催が決定いたしました。クリスマスです。みんなと一緒に過ごしちゃいます。初めてリスナーの皆さんを入れてのイベントになるので、まあ何やるかはわかんないです。本当にわかんないんですけど、まあ実際ねちょっと詳細をいろいろと詰めておりまして、まあ、なんかこんなことをやってほしいなっていうのがあったら、まあシュカラジのリプランとかに書いていただけたら、もしかしたらそれが通るかもしれないし、わからんけどね、今適当に言ったけど。わからないけど、もしかしたらそうなるかもしれないし、本当にまだねちょっといろいろ詰めてるんですけど、まあ本当にシュカラジとして番組イベントやりたいよねっていうお話はずーっとしてたので、やっとできるということで、皆さん12月25日予定開けておいていただけたら嬉しいなと思います。続報はシュカラジ公式ツイッターを要チェックですよ。ということで、今週いよいよ12月3日土曜日に主演2022曇り空の向こう側が開催されます。どうなるんだろうね。なんか君と裸足の青春をかけた後のそのワンマンライブになるので、自分自身でセットリストを決めたりとかしてて、あの曲もやりたいな、この曲もやりたいな、でもこのテーマにふさわしい楽曲ってなんだろうって思った時にすごいいろいろ悩んだりとか、でもそのツアーの君と裸足の青春のあの流れを止めたくないだし、そのライブに来れなかった人もきっとあのツアーってこういう印象だったんだろうな、イメージだったんだろうなっていう、そういうのも味わってほしいっていうのがあるので、すーごく悩んでます。今とてもだし、やっぱハウスとは違ってホールになるので、また距離感が少しだけ、遠くはないんだけど、もちろんすごく見やすい席であって、写真も私何個か見させてもらったりとかしてて、でもみんながその距離感がなんかそのハウスの距離感のような近さに感じられたらいいなって思いながら、すごく演出とかいろいろ考えておりますので、皆さん楽しみに待っていただけたら嬉しいなと思います。なんで曇り空なのか、曇り空の向こう側には何があるのか、それをねぜひ答え合わせしに来てください。 FM ナコファイブ斉藤シュカシュカラジ、ここまでのお相手は斉藤シュカでした。じゃねじゃね、じゃね。